にちは。今日はですね、少し片手バッグについてですね、説明をしていきたいと思います。で、特にこう男性の方は多いんですけども、片手バッグ打つときにですね、こう男の人は腕力あるんで、このままこう振ってしまうので、そうするとこうリストを痛めたりですね、球がですねコートには収まるんですけども、ボールが押せない状態に陥ってしまうので、なんかね、しっかり打ってるんだけど相手に簡単に返されるとか、ボールがですね、力が伝わってる感じがしないって方はですね、次の練習方法を試してみてください。ボールを前に押すことができて、力強い球を打てるようになると思います。はい、よろしくお願いします。まずご用意していただくものはですね、まあ皆さん思うように、ラケットを1本用意していただく、まあ、もしくは木刀1本用意していただく、はい、まあ、そこら辺にありますね。で、まあ、大体ラケットを1本分ぐらいこう足で挟むような感じで、挟むか足でこう乗るような感じで、大体ね、右足の前が大体打点になってきますから、まあ、この距離をまっすぐ打つような感じで、自分で、はい、測ってみて、ある程度向こうからボールを出してもらって、これに対して、しっかりとライン上前に行くときに、そのまましっかりと前にゆっくりでいいですから、これが。こうやって前に線に沿ってこう前に押せるように、自然と体の前でボールが取れると、ボールってまっすぐ飛ぶ、これがまっすぐ飛ぶ感覚が身についてくると、ここが返しやすくなるので、まずはこういったものを置いていただいて、これなんですね。こういう場合はこうやって出してもらえると、このままこうやって前にまっすぐ押していくように、こうやって前にまっすぐ押していく過程で最後ここは勝手に耐えていきますから、少しこうこうやって物を使ってボールを多少ね、球出しが乱れて押していくので、ボールをこうまっすぐ飛ばしていくですね、意識してみると、しっかりと押し出す感覚が、見つかると思いますので、トライしてみてください。ありがとうございました。バイバーイ。皆さん、意味とかあんまり追求せずに、ただ僕の真似してください。はい、まず目を押さえてください。真似してる。真似してる。あ、じゃあいいですか。はい、じゃあ合唱。鶴や亀のように。